Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me Tyler. So today's practice is difference between the R and L ということで、発音の練習ですね。発音勉強ということで、L の発音、L と R の発音、R で、まあ本当にこれ僕もこの講座に入る前、もちろんそうですけども結構多い、まあ、YouTube とか動画ウェブ上にも本当に悩みいっぱいってことで日本人の英語の悩みの発音の定番で L と R の違いっていうのがありますね。でこれを解決する方法ということで、先生も紹介してました。で、そのポイントとなる一つがですね、まずさっき僕も発音しましたけども、この L の発音、レの L の発音と R の発音、R、似てませんよね。全然違いますよね。多分おそらく聞いて、僕もすぐ分かったし、発音はね、練習しないと難しいと思うんですけど、聞いたら、レと R って違いますよね。L は、レはなんかちょっとこう、跳ねるような高音、弾くようなレですけど、R はちょっと低音のこもった、喉の奥にこもった感じの R なんで、出し方も聞こえ方も全く違う音なんですが、なぜこれがまあ日本人に苦手と言われるのかっていうと、この L の発音と R の発音の横にこうカナで書いてますけども、これどういうふうにカナ発音になったか分かりませんが、これ見てみると分かると思うんですけど、L のところと R の箇所を抜かすと、文字全部一緒なんですよ。全部同じで、これを無理やり日本語のカタカナに当てはめたもんだから、ライトとライトが日本語のライトになったんですね。で、全部同じようにライス、リード、コレクト、ロードというふうになってるんで、全く違う音なのにもかかわらず、一括りにされて同じという感じで、まあ、呼び仮名、カタカナ英語っていうんですかね、まあ、洗脳というか教育というか覚えさせられてる状態なので、じゃあ実際に話します、もしくは聞きますっていう時に、まあ、聞く場合は若干違うように聞こえるのかもしれませんけども、発音する時に難しいと、同じような似ていると、発音しづらいと、日本人には難しいって言われてる、ゆえんなんですね。全く実際は別物で別の音なのにもかかわらずカタカナに直して表記をされているものだから同じものだと似たようなものだという認識があってしまって、間違ってしまうということがあります。でも実際には全く別物なので、似せようと思っても似ないというのが現実になりますね。で、あとはもうこれ一個一個アルファベットの発音の練習をしていって、まあ、舌を鳴らして覚えさせてからこの単語をやっていけばいいかと思います。ただ僕もこれはね相当時間かかりました。今でもっていうか、まあ、もっともっと勉強を現在進行形でやっていかなくちゃいけないんですけども、単語によっては R を意識して言ってみても、L と同じように認識されたりとか、全部じゃないにしても10回やってやっぱり半分ぐらいL になったりとかっていう時もあります。その時はやっぱりこうもう一回反復してね、やり直したりとかっていうのを繰り返して単語によって違うんで、意識しながらやってますけども、どう違うかっていうのをこうやって見ていきたいと思います。まず、ライトの方ですね。このライトの方は、ライトはこの照明のライトですね。照らす照明のライトで、L は下の先っぽを、口の上の歯の上の歯茎のところに当てて跳ね返す時の音ですね。レですからこれでライトになります。で、ライトっていうのは、右ですね。右もしくはいいっていうかいいよとか正しいとかっていう意味のライトですね。これ R は巻き舌にするといいよっていうのもありますけど、まあ、確かに舌をねこう手前の方にこう巻いた感じで「あーあーあー」って言うと同じような感じの音が出るんで、まあ、間違いではないし、それも正しい発音なんでしょうけれども、R、R で、毎回この巻いて発音してると、この単語を発音する場合とか、例えば前後に単語が入って一緒になる文を滑らかに発音するためには時間がかかったりとかするケースがあるんで、R 巻き舌で覚えるんじゃなしに、これは何て言うんですかね、舌が上にも下にも右にも左にもついてない状態なんですよ。だからどっちかっていうと、例えば舌をこう伸ばしてちょっと伸ばして力を入れてる状態ですね。浮かせて、真ん中に浮かせて力を入れてる状態。先っぽをこう伸ばす感じですね。R、R で出ます。R、これが R ですね。R、R なんか喉の奥でこもったような R、R 低音がこもったような感じの R 音になります。で、これが子音なんで、最初の R ですね。で、right っていう感じになります。right で、ライトですね。違います、全然。で、同じように、あとはこの、ライスはこれは、L の方は、シラミですね。シラミ。で、ライスの方は、ご飯。お米のご飯のライスの方ですね。で、まあ、よくあるのが、例えば、I like rice のところを、I like rice って言っちゃうと、ご飯が好きですじゃなくて、私は白身が好きですっていう形になるので、はてなってなるんですね。まあ、大体は、その向こうも、わかると思うんですけど、ライスとライスでは、全く意味が違う単語ですよ、というところですね。あと、この、lead と read。どう違うかというと、read、R の read の方は読むですね。reading、writing と reading で読む方の read ですね。こっちの read はリーダーのとか、人をこう引っ張る、率いるっていう意味の lead の方ですね。あとこの、まあ、こっちのこれとの意味はよくわからないんですけど、忘れちゃいましたけど、この C っていうのが K と同じ発音なんで、音なんで、下の上の奥に舌をくっつける感じで、で、こですね。で、COLL のコレクト、こっちの方は集める方のコレクターのコレクトなんで、collect になります。で、こっちは R の方なんで、この CO 同じなんで、なんですけど、correct なんで、RR で、口の中で R を作る感じで、correct で、下は、くっつけないようにして、correct してください。あと、このロードですね。これは、こっちの road の方は道ですね。ロードレースのロード、道ですね。road で、こっちの load の方は、読み込む。パソコンなんかとか動画読み込むときに、例えばたまにこう、ローディングって出ると思うんですけども、それと同じ意味の load なんで、load。こっちが、ロードなるんで、まあ、R の音を意識しながらやってみれば、区別がつくと思います。はい。で、これ本当に全然別々ですし、また同じ、その、L と R 以外は同じスペルなんで、間違いやすい、認識しにくい音ではありますけども、しっかりと R の発音を勉強して、反復して、口にならせて、やっていけば発音できるかと思いますんで、しっかり勉強していきましょう。はい、今日はどうもありがとうございました。ツッコミコメント、いいコメントありましたらグッドボタンとかぜひお願いします。チャンネル登録もよかったらお待ちしてます。Thank you for watching. See you next time. Bye.